サラマレコもおはようございます、こんにちは、お元気でしょうか。今日のトピックは中村哲医師のお話をさせてください。で、皆さんね、もちろんご存知だと思うんですけど、中村哲さんはペシャワル会っていう、人道支援団体を率いて、アフガニスタンでね30年ぐらいね、本当に長年、現地で人道支援活動されてきてね、中村哲さんの偉大な業績っても皆さん知ってると思うんですけど、まあ、僕はアフガニスタン行ってたんですね、2週間前まで。なので、自分の経験をもとに、中村哲さんのお話、中村哲さんが、いかにアフガニスタンの人々の心の中で熱く支持されているのかってね、お話を、ちょっとさせてください。ちょうど3年前だったんですね。で、1年半か2年ぐらい前に、タリバン政権が復興して、で当時の政府はね、もう失脚しちゃったんですよね。なので、まあでも情勢がねちょっと安定してきたのを、私も確認できたので、今月か3月、行ってみたんですよね。そうそう。で、やっぱり行ったらもう結論から言って。本当に何て言うんですかね、こう誰に会っても、日本人ですか、どっから来たんですか、日本からです、中村哲さん、中村さん、中村、中村って言って、本当にみんな口を揃えたように日本って言うと中村、中村ってね、言っていただけましたね。だから本当にもう彼の業績をもう身に染みてね、感じることができました。で、まあ今日YouTube 動画作ってて、まあこの現地の人にインタビューしたりとか、もしくは自分の旅の途中で中村さんの、写真がね掲げられてるなんかメモリアルパークみたいなとこあるんですけど、そこもちょっと訪れることができたので、まあ、その辺も現地レポで YouTube 作ってるんですけど、まあ土曜日の夜にアップロードする予定かな、この YouTube は。で、 YouTube ってほら結構作るのに時間かかって、編集だけでもう 2,3 時間で、サムネイル作ったり、あと翻訳、字幕作ったりしなきゃいけないので、いけないこともないんですけど、やっぱり、まあ、英語字幕も欲しいので、そうで、それ作ってたから、まあ YouTube 一本、編集とから全部やるのに、まあ、2日ぐらいかかっちゃうんですよね。そうだから YouTuber って本当それで食って大変ですよ。でもどうしても僕この中村さんのレポートはどうしても動画にしておきたくて、まあ、せっかくアフガニスタンに行ったしね、あとやっぱり、私の、お客さんの中でも中村哲さんの大ファンの方結構おられて、でペシャワル会に会員になってペシャワル会の、ドネーションされてる方も結構いらっしゃるんですよね。なので、そう、実際知ってる人もペシャワル会支えていらっしゃるので、まあ、これはちょっとやっぱ自分の体験から動画にしなきゃいけないなと思ってね、動画をね作ってました。そうで、これからまた翻訳作業するんですけどね。そうで、僕なんか民族楽器ラバブっていう、まあ、この BGM 流れてるじゃないですか、この楽器やってるんですけど、でこの楽器を注文して、まあ取りに行くねのも目的だったんですけど、その実はタリバン政権って、今のアフガニスタンの政権ってすごい音楽とかに否定的、まあ、女性の教育に対して否定的なのは知ってますよね。で、音楽に関してもかなり否定的で、まあなんかイスラム教のちょっとこの極端な解釈に、よるところが多いと思うんですけど、まあでもこれはね、人の国の内政なんでね、僕もなんかとやかく言うつもりなんですけど、でもすごい残念なことに、去年の8月に僕の注文した楽器が ぶっ壊されちゃったんですね。まあ、政府の人に、そう、これはけしからんみたいな感じで、まあ、取りに行ったみたいな感じですけど、で取りに行って楽器をね、首都から国外に持ち出す時に、僕車で移動したんですけど、その時も結構楽器隠しながら移動とかして、でセキュリティチェックとかめっちゃ厳しくて、その時も運転手さんとかが、まあ、中村さんの話を結構セキュリティチェックのタリバンのチェックポイントの、まあ、警察みたいな感じにしてくれて、もう結構なんか素通りみたいな感じで、お茶でも飲んで行ってくださいよみたいな感じで、すごいねこう優遇されたんですね、温かくね。そうだから、やっぱもうそういう面でもなんかやっぱ日本人として
すごいなと思う。中村さんの業績を本当に肌身でね、感じることができたっていうのは本当に素晴らしい経験だったなと思います。というわけで、そう、本当、まあ喋り続けてと、動画じゃないんでね、見せられないんですけど、まあ明日動画アップするので、ぜひぜひね、見てくださいね。そう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 、で本当にね、口を揃えてみんな中村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 って言ってくれて、いや僕なんかもう正直ここまで支持されてるなんて、まあ言ってみて本当に感じましたね。もちろん支持されてるのは、知ってましたけど、まあ僕の友人の知人の千葉のアフガニスタンドライフルーツを扱ってるアフガン人の方も、ジャララバードっていう中村哲さんがね、活動された地域出身なので、まあ、彼の店に行くとね、中村さんのこの肖像画とか飾ってあったりとかして、本当に本当に本当にやっぱ中村さん本当に尊敬されてる日本人なんだなと、もう誇りに思いますね。本当恐れ多いんですけど、いや素晴らしいなと思いましたね。いやとんでもないですよ本当に。だって僕も言ったけど、やっぱり過酷な環境の中でずっと何十年も滞在し続けて、それでね、あれだけのこう業績を残されてるってことで、いや本当にね感銘を受けましたね。そういうわけで今日中村さんのお話なんですけど、ちょっとじゃあここで動画の中で使った音楽、ちょっといつもと違う音楽かけていいですか。ちょっと待ってくださいね、今用意します。というわけで、ハーバダブルッドヨクっていうね、ちょっといつものラバーブの音だけじゃなくて、ケメンチェっていうトルコの楽器とね、あとギターで作りました。で結構ね感傷的なシーンでギターとかね僕結構使うんですよね。でなんでかっていうと、なんていうんですか、ちょっとしたコード進行とかを入れることによって、
なんていうんですかね、この現代人のこの感情にね、訴えることがね、訴えかけることがね、すごいしやすいんですよね。うん、なので、まあ、僕あの民族楽器ラバブ教えてるんですけど、まあね、基本的なね、その辺のこう感情にどういうふうに感情に訴えかけるかって音楽理論は、まあ、学校で学んだことあるので、まあ、それも、使ったりしてやるんですね。なので、まあ、モーダルミュージックって基本単旋律の音楽なんですけど、その単旋律の音楽の中でも、まあ、ちょこっとね、コードっていうかな、こうベースの動きをね、下の音の動きをね、こういじることによって、まあ、感情に、ね、訴えることが、ね、できちゃったりするので、まあ、その辺詳しくはあの僕の音楽教室でやってるので、まあ、もしよかったら無料体験レッスンもやってるので、まあ、お気軽にお問い合わせくださいって感じです。今日もねお伝えしてきました。だいぶね、あの喉の調子もね、ほんと良くなって、体調も、まあ、割とかなり回復してきて、まあそうですね。で、家族もね、なんか風邪ひいたりしてたから、まあ、東京結構雨とかですごい寒かったしね、そう結構大変だったんですけど、まあちょっとずつ元気になってきて、まあ5月ぐらいから徐々にイベント始めようかなみたいに思ってますね。で、そうなんですよね。で、次のね、あのなんだろうな、そうそう5月なんですけど、あの今日、モスク久しぶりに行こうかなと思って、まあモスクと一緒にね、去年ずっと仕事してたので、まあ、その辺の関連も踏まえてちょっとご挨拶にね、まあ、ちょっとご無沙汰してますみたいな感じで、ちょうど今日ねラマダン中なんですけど、まあラマダンってあのイスラム教とか日中のね飲食を断つみたいな感じで、本当はねモスクに、ラマダン明けのね食事に行くとすごい楽しいんですけど、うん、まあ今日はそうだな、まあ、ちょっと昼間行ってさっと帰るかみたいな感じかな。うん、まあそんな感じでちょっとこれからね、久しぶりになんか電車に乗ります。電車ね、僕東京住んでても全然電車乗らない生活が結構なんですけど、まあそんな感じで、うん、というわけで今日もね、良い一日をねお過ごしください。まあ今日はね、中村哲さんのね偉業についてのねお話をさせていただきました。いつもありがとうございます。もしよかったらいいねとかね押してくれたら嬉しいです。失礼します。さよなら。